知られざる海の魅力を発見。みんなの青色。この大きな船を動かすのに何人くらいの船員が必要だと思いますか？正解は0人。実はこの船、無人運航船といって、人間の代わりにコンピューターが操縦している船なんです。この無人運航船を開発したのが、日本財団を中心にさまざまな企業が参加するプロジェクト、めぐり2040。事故の、約8割がヒューマンエラー、人為的要因と言われています。よってこのような、ある意味社会課題と言ってもいいと思うんですけれども、この大きな、解決の一つに、この無人の、船の船舶の無人運航化というのはつながっていくというふうに考えております。最新の技術を搭載した船なら、それが可能なんですね。さらに陸上からも遠隔操作ができるので、機械が故障した時にも安心ですね。今回は実用化に向けて行われた実験なんですが、多くの船が行き交う海域で実施するのは世界で初めて。で、その上で目標としては2025年、この辺りで、実際に皆さんが乗れるような、無人運航船を運航することができればというふうに今考えているところであります。今から挑戦するのが楽しみですね。海はいつもみんなのそばに。海と日本。